商品企画室の田中と申します。よろしくお願いいたします。私の方から新型スカイラインの商品概要についてご紹介させていただきます。まず商品の中身に入っていく前に簡単に市場の概況についてご紹介させてください。弊社では車型ですとかサイズによって車のセグメント分けを行っておりまして、新型スカイラインはこちらで表示しております L クラスセダンというセグメントに分類しております。このセグメントのトレンドとしましては、残念ながら台数が減少の一途をたどっております。一方でですね、一番下のところに出てきているんですけれども、輸入車の L クラスセダン、 BMW の3シリーズであるとか、アウディの A4、 メルセデスベンツの C クラスといったような車たちは安定的に2万台程度で推移を続けております。またここ4、5年の動きとしましては、国産のハイブリッド車がこのクラスにも投入されてきていまして、拡大をしてきております。近年では2万台をこちらも、2万台程度で推移するようになってきております。続きまして、新型スカイラインで目指したポジショニングについてご紹介させてください。新型スカイライン、今回でスカイラインの13代目の車となります。今まで歴代のスカイラインというのはですね、走る喜びですとかドライビングプレジャーといったものを追求してきました。それが V35、V36 世代に入りまして、もう少し洗練された方向にステップアップしておりますけれども、新型スカイラインでは今回さらに、より洗練されて、より動力性能を高めることでプレミアムセダンカテゴリーといったところに参入していこうということを目指しております。このプレミアムセダンカテゴリーですけれども、BMW の3シリーズですとか、Audi A4、メルセデスベンツの C クラスといったこのクラスの輸入車勢、また国産車でいうと、レクサスの IS などといった車たちと、拮抗するわけではなくて、そこを凌駕して、さらにリードしていくようなポジションを目指して、車作りをしてきております。続きまして、新型スカイラインの商品コンセプトをご紹介させていただきます。新型スカイラインの商品コンセプトは、走るたびに胸躍る新時代のプレミアムアスリートセダンです。基本性能をしっかりと磨き込みながら、新技術をふんだんに採用し、デザインも今まで以上にダイナミックにしております。こうすることで世界のプレミアムセダン群と真正面からこうして戦えるような車ができたと自負しております。ここから新型スカイラインのアピールポイントを3つご紹介させていただきます。まず1点目がドライビングプレジャーです。この新型スカイラインのドライビングプレジャーを支えている技術たくさんございます。こちら一部だけちょっと切り出して紹介させていただいているんですけれども、まずは運動性能と環境性能を進化させたハイブリッドシステム、続いて世界初となる新ステアリングシステム、またスマートドライビングを支えるパーソナルアシスタント機能、それからですね、プレミアムセダンとしてしっかりと車体剛性であるとか、騒音性能、静粛性、乗り心地といった基本性能も、より一層進化させて、プレミアムセダンとしてもふさわしい車へと昇華をさせております。こちらの技術の中身につきましては、後ほど長谷川の方からご紹介させていただきます。続きまして、アピールポイントの2点目です。2点目はデザインでございます。デザインの方につきましては、エクステリアはベストなプロポーションと躍動感を目指して作ってまいりました。またインテリアの方はですね、先進性ですとか実寸法と見た目の広さ感、こういったものを追求して室内空間のデザインを、デザインを作り込んできております。エクステリアデザインの方はスカイライン伝統のロングノーズとショートデッキのプロポーションを踏襲しながらも、躍動感ですとか高揚感、こういったものをその佇まいからもきちんと感じていただけるようにですね、V36 型から比較しまして幅を 50mm 広げまして、高さも 10mm 低くしたプロポーションにチューニングをしております。またボディサイドのキャラクターラインですとか面の抑揚などによっても、走りの高揚感、躍動感といったものを際立たせております。さらに、ヘッドランプには今回オール LED のヘッドランプを採用しておりまして、人や動物の目をモチーフにした、走る
これから走りに行くぞといった力強い意志を感じられるような目力のあるシグネチャー表現を加えて、一目で新型スカイラインと分かるようなそんなデザインに仕上げてきております。またインテリアの方も質感高く非常にこだわって作ってきております。さらにですね、新型スカイラインでは室内空間の快適性といったものも、デザイン的な表現としてこだわりを持って作ってきております。例えばドライバー席から見た時に細く感じられるような A ピラーの形状ですとか、後席の人にも室内空間の広さ感といったものを感じていただけるように、後ろから見た時に圧迫感がないような前席のシート形状、これを工夫していったりですとか、B ピラの形状などにもこだわりを持って作ってきております。こうすることで全ての人が快適にドライビングを楽しめるような室内空間に仕上がっております。インテリアカラーはご覧の通りブラックとベージュの2色の展開となっておりまして、褐色は3種類からお選びいただくことができます。褐色の、一つ本アルミフィニッシャーという褐色はですね、武士の甲冑の小金という金属を編み込んだようなパーツがあるんですけれども、そちらをモチーフにした、味わいのある素材になっております。また、本木目のフィニッシャー褐色の方もですね、日本の伝統の吹き漆技巧にインスパイアされた、こちらも味わいのあるデザインとなっておりますので、ぜひ車の方でご確認ください。アピールポイントの3点目、こちらは全方位世界最高峰の安全性能です。日産が今まで目指してきたぶつからないための セーフティーシールドという技術がございますけれども、これが今回この車で全方位車を取り囲むあらゆる方向を守ってくれるという、完成形に仕上がってきております。こちらちょっと表が細かくて恐縮なんですけれども、まず一番左側に前方、側方、後方、全方向という車を取り囲んでいる方向を表しております。で、その横に、各方向で、働いてくれる安全支援技術ですとか衝突回避の技術を並べておりますが、こちらが新型スカイラインでして、新型スカイラインは全てにおいて丸が入っているような状態になっております。新型スカイラインの横に競合車も並べておりますが、こちらの方はご覧の通り丸が入っていたり入っていなかったりというような状況でございまして、全方位と言えるのは新型スカイラインだけとなっております。この競合車線の中にはですね、欧州車なんかも含んでいるんですけれども、そういった安全イメージが非常に高い欧州車と比べても、それ車たちを圧倒するようなそれだけの衝突回避性能を今回新型スカイラインには搭載しております。新型スカイラインたくさんの先進技術が詰まっているんですけれども、こちらについては後ほど長谷川の方からご紹介させてください。続きまして、新型スカイラインの品質へのこだわりです。今までシーマのような車ですと、匠と呼ばれる工場の職人たちが一点一点手作業で仕上げを行って品質を高めてきたんですけれども、今回この新型スカイラインでは生産技術、こちらを高めることによって量産しながらまるで匠たちが手作業で仕上げたかのような最上級のクオリティを実現させてきております。例えばドアやフード部の隙間、こちらは格段に狭くしまして、品質感ですとかデザイン性といったものを向上させています。これは他社と比較しますと、2クラス上のだいぶ車格感が上の車 と比較してもそれに勝るようなレベルを誇っております。また繊維性についてもこちらも2クラス上の車と比較しても勝るぐらいのレベルまでクオリティを上げてきているんですけれども、こうすることで高級車にふさわしいような塗装を実現できております。続きまして、スカイラインのグレード体系ご紹介させていただきます。新型スカイラインは全車ハイブリッドとなっておりまして、2駆と4駆の順位がございます。グレード体系としましては、一番下に基準となる GT グレードがありまして、その上に本革パッケージと安全装備を標準化させたタイプ B というグレード、一番上にそこからタイプ B からさらにスポーティーなエッセンスを付加したタイプ SP というグレードを設けております。
こちら数字が各グレードの横に入っているんですけども、こちらが初期の今いただいているお客様からのオーダーの状況になっております、今の時点ではですね、こちらタイプ P ですとかタイプ SP といった安全装備が標準化されているようなグレードにお客様のオーダーが集まってきているというような状況です。また肉4駆の比率で言いますと、まあ、80% が肉で4駆が 20% という構成比でお客様からはオーダーをいただいている状況です。続きまして、新型スカイラインのカラーバリエーションをご紹介させていただきます。新型スカイラインのカラーバリエーション8色の展開となります。こちら鋼ブルーという色とプレミアムブラウンというこの2色が今回新型スカイラインを皮切りに日産として採用している新色となっております。特に 新色の中の鋼ブルーはお客様からもすごく好評をいただいておりまして、ブルーってなかなか日本市場ですと構成比あまり高くないんですけれども、今回のこの鋼ブルーという色はクリスタルホワイトパール白に次いで2番目に高いオーダーをいただいている状況です。最後にですね、初期のオーダーの状況を簡単にまとめさせていただきましたのでご紹介させていただきます。新型スカイライン昨年の11月11日に発表いたしまして、先日2月26日から発売を開始しております。2月末までにいただいているオーダー数は4200台となっております。また初期のお客様からの反響も入ってきておりますので、こちらもご紹介させていただきたいんですけれども、初期のお客様からこういうところが魅力だねと言っていただいているポイント4つございます。1点目がまずハイブリッドであること、2点目が V6 の 3.5 リッターという高い動力性能、3点目がスポーティーかつ車格感があるエクステリアデザイン、4点目が全身の安全装備ということでして、私どもの考えていたスカイラインの3つのアピールポイントであるドライビングプレジャー、デザイン、安全性能といった、ところがきちんとお客様に認知されて評価されているという状況でございます。商品概要についてのご説明は以上となります。ありがとうございました。じゃあ続きましてですね、技術的なお話をですね、させていただきます。私この車のですね、技術的なまとめをやってきました長谷川と申します。よろしくお願いいたします。まあ、今日は天気はいいですけどちょっと寒いんですね。本当に大磯の方までお越しいただきましてどうもありがとうございます。では早速話をしていきたいと。先ほど田中の方からですね、欧州のプレミアムブランドの車と匹敵するような車を作りたいという話をですね、言われましたけども、かなりこれは、開発から見るとですね、高い目標で難しい、ゾーンの車だと思ってます。具体的に言うと BMW でいうと3シリーズで、 Audi でいうと A4、 それからメルセデスでいうと C クラスと、このくらい、このレベルなんですけども、一般的にはよくできた車でございましてですね、我々としてもこのゾーンに入るにはかなり開発をしていかなきゃいけないなと思って、やってきました。よくこの車先進技術がたくさん入っているので先進技術の方に目をやりがちなんですけども、それらの車と肩を並べるためには基本性能がかなり重要だなというふうに思っております。パッケージングとか、あとは静粛性とかですね、乗り心地、掃除安定性、この中でも相反する性能をどうやってまとめていくかというのがかなり大きなテーマになっております。大きく取り組んできたのは実は車体のところでございます。基本的なところは車体です。車体はですね、落とし操縦安定性全てが良くなりますので、この部分をやりました。大きく技術的なポイントになっているのは、ハイテンションスチールの、対応です。その中でもですね、1.2 ギガという、超高力鋼のハイテンションを使用しております。黄色い部分が使っている部分です。骨組みのところに主に使っております。ハイテンションもいろいろとグレードはあるんですけども、総じてですね、440より上のハイテンションはですね、従来から 5% ぐらい車の中では使われてましたけども、今回はどっと増やして 11% ぐらいまで、増やしております。それともう一つですね、車体に関して言うとですね、シミュレーションですね、このシミュレーションの技術がですね、どこの会社も随分上がってきてまして、
まあ、我々も遅れないようにやってますけども、まあ、これによってですね、合理的な針の通し方とかですね、補強の仕方なんていうのは分かるので、こういうところをまあ重点的に開発として取り組んできました。まあ、結果としてですね、合成としては6割程度従来型よりも上げております。まあ、重量はそんなに上がってません。ほとんど同じでできております。からもう一つですね、基本的な話をするとですね、まあ、実験をですね対応しております。ちょっと前まで、シミュレーションでできると言ったじゃないかと言われるとですね、まあ、その通り車はシミュレーションでできますけども、まあ、感性の部分までいくとですね、やはり実験を対応していかないとですね、まだまだ難しいところがあります。特にステアリングバイワイヤーみたいな新しい技術入れてますけど、そういうものはですね、まあ、多く走って、評価していかないとですね、なかなか感性の領域まで、見つめることができません。まあ、実験車はですね、何台もあるんですけど、まあ、走行距離を全部合わせるとですね、120万キロぐらいまで世の中のこういう地域のところを走って、評価しております。日産の中ではかなり、実施走行をやった車となっております。まあ、基本性能をですね一生懸命やってきてますけども、やはり我々のブランドはですね、まだまだベンツ BM から見ればお弱いですから、そこにですねもう少しこう特徴的なことを入れていかなきゃ勝負にならないだろうなと思いまして、まあ、ここで新技術っていうものを投入しております。まあ、新技術はですね、この4つの領域ですね、パワートレインの領域、車種の領域、まあ、スマートドライビングっていうか、まあ、ドライビングを支える領域、それから安全の領域と、こういうところでですね、何個か入れてまして、まあ、これだけではないんですけども、代表的なものがここに書いてあります。まあ、パワートレインはですね、ハイブリッドを使っております。3.5 リッターのハイブリッドで、ワンモーター、ツークラッチシステムで、フーガで作ったハイブリッドですけども、モーターの、まあ、特性とかですね、まあ、あとは、まあ、エンジン本体の改良、それとかですね、まあ、クラッチのつなぎ方の研究とかですね、こういういろんな改良を加えてですね、第2世代にして燃費動力性能、あとはスムーズさ、こうですね、かなり改善しました。それから車種性能はですね、ダイレクトアダプティブステアリングという、そういう技術を入れております。これは後で説明しますけど、ステアリングバイワイヤー技術でございます。それからそれに組み合わせてアクティブレーンコントロールというソフトをですね作りましてですね、直進安定性を高めております。からスマートドライブを支える技術として、パーソナルアシスタント機能とドライブモードセレクターと2つの機能がありますけども、まあ簡単に言うと、その最近のですね、こうコンピューターみたいなものをですね車に搭載してですね、お客様の好みを車の中に登録できるような、そういうような機能を加えております。それによってお客様が車に乗った時に自分のパーソナルな車だと思えるような機能を揃えて、これもちょっと後でご説明を追加させてください。それからですね、4番目がですね、安全性能です。安全性能はですね、全方位と言っているのでですね、この車全体を囲まれたところにですね、全部センサーというか安全機能を搭載して、運転者に危険を教えるというような形にしております。2個ほどですね、新しい技術が追加されているので、これも後ほどご説明いたします。ここからですね、先進技術のちょっと詳しい説明になります。まずダイレクトアダプティブステアリングですけども、これはステアリングバイワイヤーという技術です。ただそういうふうに言ってる割にはシャフトがあるじゃないかと言われますけど、シャフトは実はあります。でシャフトがあるんですけども、クラッチというところがですね1ミリほど空間が空いていてつながってございません。でここのクラッチはですね電気的につなげてないのでですね、何かあった場合はですねメカニズムでつながります。それで、安全に操舵ができるようにするシステムでございます。でまあ、ここが離れている関係ですね、まあ、上と下の関係はですね、でステアリングのです、すみません、この3つのコンピューターで電気的に制御を加えております。こういうシステムです。で電気的に制御を加えるとですね、操作をした瞬間にですね、まあ、普通はこういうシャフトを介してタイヤを曲げている関係でですね、まあ、ヒステレスとか位相遅れっていうのはステアリングには必ず存在しているんですけども、まあ、そういうものがなくなってしまうので、電気的信号でやるとですね、かなり早くタイヤを切ることが
ハンドルに合わせて切ることができるんですけども、それを利用することで、まあ、3番目のですね、特徴の3番目のところを実現してます。ハンドルを切るとすぐに反応して、まあ、ワインディングロールみたいなところ、今日箱根に行っていただくと思いますけども、かなり快適に走ることができます。ただですね、これだけがですね特徴じゃなくてですね、実は我々はこっちの安心感、快適性というのにこのシステムのですね、まあ、良さを見出しております。まあ、このつながってないことがですね、非常に一つの大きな利点になりまして、例えば輪立ちみたいなところとかですね、不整地路みたいなところに行くとですね、ハンドルをこう取られますね。これがですね、実は下は揺れてるんですけども、ここのハンドルはですね、ほとんど揺れないでですね、軽く手を添えていただければまっすぐ走れるというようなですね、シーンがよくありますけど、こういうところにメリットがあります。今日は体験コースの方でそういう道をですね再現してますので、ぜひご確認していただきたいなと思います。あと4番目のメリットはですね、まあ電気的なシステムですので、いろんな特性をですね選ぶことができますということでございます。でこのシステムに合わせてですね、アクティブレーンコントロールという白線の真ん中を走らせる制御を入れております。まあ簡単に言うとですね、ここにあるカメラでですね、白線の画像処理をして、白点を認識して、それのちょうど真ん中を走るように車を常に制御するというシステムでございます。これと合わせてですね、先ほどのステアリングバイワイヤーと合わせてですね、直進安定性を非常にいい車にしております。ここまでが車種の話になります。です、これはですね、3番目の話に移るんですけども、パーソナルアシスタント機能ということです。先ほど車がですね、人の好みを覚えると話しましたけども、まあ、その好みというのはですね、ドライビングポジションとかですね、車の走りの特性とかですね、室内の環境、まあ、温度とかですね、エアコンの温度とかですね、このラジオの番組みたいなものですね、それから安全性のオンオフですね、こういうのをですね、まあ覚えることが車でできます。でこれどうやって覚えさせると何がいいかというとですね、まあ一つの車をですね、まあ、ご家族で使っている時に旦那さんの仕様、奥様の仕様っていうのはですね、まあ車をこう i キーみたいなものでですね、こう開けた瞬間にその開けた人の特徴になりますと、今さっきご説明したこういうドライビングポジションとか走りのステアリングの重さとかですね、まあ、環境、室内環境とかですね、そういうふうにですね、車がお客様によ、まあ、お客様の好みに合わせるというような形でになるのが、まあ、このシステムの最大の特徴になります。まあ、その中でですね、ちょっとこれはドライブモードセレクターって今日試乗の時で一番よく使われると思いますけども、ステアリングとかですね、エンジンの状態をですね、お客様の好みに変えることができます。これがこのボタンというかスイッチです。このスイッチを押すことによってですね、スポーツスタンダードエコスノーという、これが我々がこうあらかじめセッティングしたモードをですね選ぶことができます。これを選ぶのはまあ普通いろんな車でもやってるんですけども、この車の特徴はもう一つですね、パーソナルという、モードをですね一つ設定してありまして、これを選ぶとですね、今度この中身をですねいろいろと組み替えることができます。例えばエンジンをスポーツにするんだけど、ステアリングはまあしっかりじゃなくてどちらかというと柔らかめにセッティングするとかですね、このメニューにないものをこの中で選んで組み合わせて覚えさせる、さっきのパーソナルアシスト機能で覚えさせることができます。そうすると、鍵を開けた瞬間にパーソナルが立ち上がると、そういうような設定ができます。これ全部やるとですね、96通りもあってなかなか大変なんですけども、こういう設定をですねやりやすくしているのが新しいナビゲーションの機能です。まあ新しいナビゲーションといってもですね、コンピューターみたいなこうメニューがですねこう出てきてですね、この中でこういうものの選択をしていくという、そういうような機能が追加されている。まあそういう関係でですね、ナビゲーションも今回新しく、開発させていただいております。まあナビゲーションはですね、この2画面で行ってます。まあ真ん中に2画面あるんですね。でこれがツインディスプレイです。で上がですね、地図で、ほとんどこれ地図固定されております。いつも地図が出てます。それから下の画面はですね、どちらかというと皆さんお持ちのスマホみたいなメニューになってまして、まあ、手でスクロールができたりですね、指で押すとですね、
画面が次のページに開いたりとかですね、そういうようなまさにコンピューターみたいな形になっています。で、まあ、スマホみたいな機能もですね、スマホと連携してあるんで、まあ、将来的にアプリをたくさん作ってですね、クラウドでこの中にこう取り込めるように形にしていきたいと思っております。それからですね、この車全体の機能をですね、この画面でいろいろと好みを作っていくというような形でですね、3つほどこの IT は特徴を持っております。最後、セーフティーシールドで安全性ですけども、先ほど全方位と言いましたけども、まあいろんな車で開発してきたいろいろとした安全機能をですね、今回全部取り揃えました。で、特にですね、前側の衝突リスクに対してはちょっと2つほど新しい機能を入れているので、まあ、時間の関係でそこだけちょっとご説明させてください。この1つ目がですね、プリディクティブフォワードコリジョンワーニングという、これはブレーキをかけるわけじゃなくて警報装置になります。これが自分の車なんですけど、こっち前側ですけど、一つ前の車をですね、距離とか速度を監視して何が起こったらブレーキかけたりワーニングが発するっていうのは普通の会社でもやってるし、我々としてもやりました。ただ今回はですね、もう一つ前の車を予測することを可能としております。どうやってるかというと、ミリ波レーダーという波長の短いレーダーを使いながら、この前の車のですね、グランドクリアランスの間を、そのレーダーの波長を通してですね、そのさらに前の金属の物体をずっと見続けるというような機能でございます。で、この一つ前の車との相対距離が縮まったりですね、スピードが急に変わったりするときにはワーニングをこの車の中で発しますと。ブレーキはかけません。で、そのワーニングによって運転手は次の車、これが何か違う動きをするなと予測しながら、余裕を持って安全回避をするという、そういうような考え方で作られた機能でございます。もう一つ、これ最後になりますけども、フォワードエマージェンシーブレーキという機能で、まあ、先ほど説明してたミリ波レーダーはどこにあるかというと、このバンパーの下のところに隠れています。で、このミリ波レーダーを使うとですね、直前の車もですね、距離とかです、相対距離、相対速度をですね、かなり精度高く瞬時にですね、測定できますので、いざという時のブレーキの余裕が随分多くなります。60キロぐらいで、時速60キロぐらいの、まではブレーキとして緊急ブレーキとして対応することができる技術でございます。まあ、このようにですね、基本性能を、まあ、やりながら新しい技術をブレンドして作ってきたのがこのスカイラインでございますので、まあ、今日お時間のある限り、お乗りいただきたいなと思っております。技術的な説明はここまでですけども、ちょっと使い方のところをですね、もう少し、ご説明します。このスイッチが先ほどドライブモードセレクターって、そう車のと走りの特性を変えるスイッチでございます。で、ここにですね、いろんなモードがありますから、これは選んでいただければこういうモードになりますよというふうに言ってます。で、パーソナルはですね、いろいろとこの中からですね、メニューを選んでいくことになります。それで、まあ、このスイッチを押すとですね、ナビの地図上の上にですね、ドライブモードセレクターってこういう画面が登場します。で、ここでですね、選んでいただければですね、動かしていただければこのカーソルが動きます。で、この画面はですね、実は数秒で消えてしまいます。地図にまた戻ってしまいます。その時にどうやってこう自分のモードを確認するかというと、このメーターの真ん中の、画面がですね、こういう画面があるんですけども、ここにですね、常にスタンダード、スポーツとか自分で選んだ、ご自分で選んだモードが出てますので、そこを確認していただければ大丈夫です。で、これはですね、運転中も変えることが可能でございます。で、ここをですね、パーソナルに選ぶとですね、じゃあパーソナルは何がどういう状態になっているかってわからないんですね。自分でやってるわけではないので、そうするとですね、アプリのところのですね、ハンドルのマークを押していただくとですね、パーソナルモード編集っていうこういうマークが出てきて、これを押すとですね、ここにですね、ドライブモードセレクターっていう画面が開きます。そうするとですね、ここに自分の今の状態が表示されます。
で、ここの字のところをですね、一つずつ押すとですね、こういう画面が現れまして、ここで四角のところを選択していただくと、ここが変わると。で、ここが変わった状態が自分の今のパーソナルの状態であるというふうになります。これは車にもですね、説明書が置いてありますので、ぜひ使ってみていただきたいなと思います。私からの説明以上でありがとうございました。